へー、駅弁屋さんとかもあるんですね。まあ伊達新幹線停車駅ですもんね。ああでも、ああもう休業してんのか。あ、結構前から、平成29年からか。そかそかそか。来るね。あ、そこクレセンの0キロポストこんなとこにあるんや。あちらには中でクレセンのねやつちらっと映しときますけど、まあぐるっとね湾岸沿い行くんでね、景色はいいですからね、こっちのが。で特に三原方面から乗るとこっちから来るよな。あ、こっちか。乗るなら、こっち側ですよね。まあ、こいつがね、多分涼しい中なんで大丈夫だと思いますからね。行きましょう。これで。